大阪府道3十号大阪泉泉南線は大阪府大阪市北区から泉南市に至る府道である。大阪府域における熊野街道の一部を継承する路線である。大半の区間で西日本旅客鉄道の阪和線と並走する。大阪市内では地下鉄と二町線が地下を走っている。福音が狭い割に交通量は比較的多く2008年3月の大型。 ショッピングセンターアリオ大取りのオープン以降は、日常的に渋滞が発生する状況である。この道路が国道13号や不動13号に指定された事実はなく、1936年9月29日の内務省国時代516号によると、堺市南区間は、現在の大阪不動62号の一部とともに、指定不動14号堺市より、 和歌山県長郡小川町に立ちする道路として指定されている。大阪府道30号大阪泉泉南線、大阪市堺市大阪府道30号、大阪泉泉南線堺市役所21階展望ロビーから、大阪市方面を撮影高市泉市岸和田市、貝塚市泉佐野市泉南市大阪市内については、天馬橋筋、谷町筋、安倍の筋を参照のこと。 ありがとうございます。